中国の上海と北朝鮮の平壌を結ぶ初の定期便が昨日就航し、中国人観光客らが一番機で出発しました。去朝鮮还想去哪里看看呢？都到平壤去看看。去看平壤看看。平壤特色叫井冈山，比较穷一点嘛，其他也没有什么。中国の旅行会社が主催した北朝鮮ツアーには、地元上海などから138人が参加しました。料金はおよそ7万5千円です。所得水準が高い中国沿岸部からの観光客を見込む北朝鮮側の思惑もありそうです。